ルーシーお嬢様。ほん、失礼。この呼び方はお嫌いでしたね。失念しておりました。それだけではなくてよ、私はっきりと言いましたわよね。私の友達に粗相を働こうものなら、うちの3匹のひづめ跡が顔面に残りますわよと。まだあなた様が幼き頃、それはそれはお姫様のようにお優しかったこと、私は覚えております。今はトゲトゲしい上着を召しておられるからといって、そのようなことはきっとなさいませんよね。言葉に気をつけないと、あなたの大事なところにトゲをぶっ刺しますわよ。おお、わかりました。あなた様は本当に変わってしまわれたのですね。ふん、わかりゃいいんですわ。モンテフィーノ氏が予見した通りでございました。あなた様は本当にあのお方とよく似ておられる。あのお方もまたあえて吹聴されこそしないものの、荒っぽい青春を過ごされていたのです。一体それが私と何の関係があるって言うんですの？モンテフィーノ氏はかつて一度だけ家を出奔なさいました。そして10年の月日が経った後、あのお方は自らの責任を全うすべくお戻りになられたのです。10年に及ぶ無頼の時は、モンテフィーノ氏に強靭な意志と枠組みにとらわれない知略という、後にあのお方にとって武器となる素質を与えました。そんな話聞かされたこともなくってよ、どうして今になって？それだけではありません。あのお方は放浪の最中、生涯の伴侶、つまりあなた様の母君と出会われたのです。それゆえにあなた様がこちらのビデオ屋の店長様と懇意になさっていると知ったモンテフィーノ氏は、私に特別の干渉を控えるよう命じられました。あのお方がおっしゃったように、恋人であれ友人であれ、真に深い関係というものは困難の中で育まれるもの。いずれあなた様も覚悟をお決めになられた時、数えきれないお仕事に直面することとなるでしょう。そうして書類に追われる真夜中には、温かい抱擁を必要とするはずです。ヘルバ、アルボル、ラテレム。頭に血が昇ってますわ。わざわざ伝言役を送り込んでまで私に指図するなんて、そんな資格などないとお父様はいい加減知るべきですわね。空っぽな大人ほど子供を通して自分の人生を追体験したがりますのね。あいにく私は誰のコピーでもありませんわ。私はルーシー。何を愛して何を憎むべきかはよーく分かってましてよ。憎むべきものに決して膝を折ったりなどしませんわ。私は自分が愛するものとずっと一緒にいたいんですの。郊外の星空、バイク、永遠の勝利、仲間たち、もちろんそれには あなたも含まれてましてよ。これは一度しか言いませんことよ。やっぱり聞こえなかったなんて許しませんから。